前回が5月13日です。6、7、8。3ヶ月しましたね。でもパーマすごいいい感じに残ってんだよ。でも今日は、うん、いい感じなの。じゃなくて朝乾かしてなくて、ちゃんとなってる。そうですね。パーマはあのなんかつけてサボることですね。いろいろやるとできながらすっごいいい感じでってますよ。そうなんですよ。だからうまく利用していただければいいかなと思うんですけど、どうしよう、長さのイメージとかはありますか？あ、ちょっといいですか、なるほど。どうしてもね、なるべく優しいものでかけてるけど、どうしても時間が経つと毛先が、まあ、乾燥してくるっていうのがあって、ただ割といいコンディションを保ってるかな。おい、乾かしてないのがいい。長さ的には気になりますね。もうちょっと伸ばしたいとかある、うん、そしたら長さ自体は整えるぐらいで全然問題ないと思いますね。気になるのはあんま気にならないけどな。伸ばしてるからそんな気にならないけどな。なんかでもちょっとボリューム気になる、うん、そしたらその重さ自体をすっごいロングにするわけじゃないですよ。重さ自体を取るんじゃなくて、スタイルをちょっとこう軽めのスタイルに変えるっていう方向でいいと思うね。要するにこの長さを変えないで軽くするとなると、髪の毛をこうすいて軽くしなきゃいけないんだけど、そうすると毛先バサバサになってくるんで、前も言ったんだけど、こうボブからこう降りてきてるから、フェイスラインをちょっと上げて、ちょっとこう、今 A ラインの形になって、なってきちゃったんだけど、A ライン。ちょっとこっちを上げさせてもらって、ちょっとこうひし形にこうなるように、下の厚みが少し取れるような感じに、下の長さを変えないで、段差の位置を変えて、髪型をちょっとスッキリした方向に変えてあげるといいと思うので、そういう方向でいっていいでしょうか。かしこまりました。じゃあそれでいきます。はい、かけたい。もっと上から欲しい。もうちょっと伸びてきたから、この辺から欲しい。この感じでこのまま欲しい、ある程度。なんだ、このままこういうふうにこういう感じでこう上からこう封じてくるでしょ。こういうから、なるほど。じゃあそれやりましょうよ。これ全然変じゃない。ウェルカム。ウェルカム。これ、ウェルカム。ウェルカム。だとしたら、ちょっとこのカラーリングちゃんは根元リタッチにしといて、毛先あんまり影響を及ぼさないように。で、これをこの上の落ちてくる位置を上げて、ここに少しこうカールがこう出るようにしていけば、うん、そしたらまとめ髪も OK だし、なんかつけてファーってやっとけば終わりでいけますですよ、はい、OK です。今日気になるところは、まあ、そのパーマがもう少し上から欲しいよっていうところですね。細かくしたいわけじゃないんだよね、上から欲しいんだよね。任して、でちょっとプリンだけ直させてください。よし、 OK、パーマカラーなんですけど、なるべく頑張るので2時間ぐらいで終われるようにやります。 OK です。頑張る。 OK です。いきます。Thank you.
このフェンブリーはさせないんですけど、とにかく持ってきたいんですよ。